柿玉チャンネルの吾妻悠心です。ということで、めちゃくちゃ広い画角からお送りしております。久々にですね、ソニーのビデオカメラを起動してこれで動画を撮っているんですけれども、実はこのいつも動画を撮っている iPhone XS を今回はある目的で使うのでですね、動画をこっちで撮ってます。というのも皆さん、 ZOZO マットってご存知ですかね。ZOZO ダウンっていうですね、洋服とかを通販で販売している会社が出してる ZOZO マットっていうやつがあって、まあ、簡単に言うと、こうなんかマット、なんか知らねえんだけど、この四角いマットに自分のこの足ね、すいませんね、お行儀悪い、足をこう置くと正確にその足のサイズとかこの幅とかが記録できて、そのこれからね、通販で靴を買ったりとか、まあ、通販だけにとどまらず、その靴屋さんとかに行ってね、自分の靴を買うときに、そのサイズをミスったりとか、迷ったりする必要がないよという優れものなんですね。はい、ZOZO マットのですね、公式のホームページ見ると、もうサイズに悩みませんと。シューズをネットで購入するときのサイズの不安を ZOZO マットなら解消できます。ミリ単位であなたの足を 3D 計測し、あなたにおすすめのサイズを提案。これからのシューズ選びは ZOZO マットにお任せください。ということで、お家で簡単に、足を測ることができるというですね、優れもの出るよと。しかも無料で皆さんに配布、まあ、あげますよっていうことで、私もですね、去年の、いつだっけあれ、夏頃、確か去年の6月ぐらいに申し込みしたんですよね。そしたら、なんでしょうね、前澤さんが辞めたとか、そういう ZOZO タウンのなんか企業内のごちゃごちゃがあったのかわかりませんけど、だいぶ延期されて、なんとこの2020年の3月まで延期されたと。そしてなんと、私の手元に ZOZO マットが届きました。おとといぐらいに届きました。今ね、これ動画撮ってるの3月5日なんですけど、はい、おとといぐらいにようやっと届いた ZOZO マット。なんとこの質感見てよ。いや、紙なの。 てっきりね、私ね、なんかラバーのマットかなーって思ってたんですよ。まさかの紙で、いや、びっくりしちゃったよ。お母さんにね、あ、ポストにこれ入ってたよーっつって、ヘイって来たら、え、紙なんっつって、いや、本当にこのペラ紙1枚で、なんかね、でも、まあ、ツルツルしてるね。まあ、いい記事ではあるんだけど、ちょっとね、思ってたんとちゃうとはね、思ったんですけどね、早速ね、私の足のサイズね、ZOZO マットで測っていきたいと思います。はい、この ZOZO マットで足を計測するためには、 ZOZO タウンのアプリを入れる必要があるみたいです。で、アプリを開いて、この ZOZO マットを計測するってところを押すと、この画面ね、この画面が出てきます。計測する人の情報を記入してくださいと。私は女性で、名前何にしようかな。じゃあ、ゆうしんとしといて、生年月日が2000年の4月15日。これを、こうね、カチカチカチとやります。裸足になって、あ、説明動画はまだですけど、裸足になって、長ズボンの人はですね、この袖をまくって、ある程度この足が露出するようにしてから、マットの上に足を置いて、あ、すいませんね、動画ごめんなさいね。この色がついてるので、マットの緑とか青とかパープルか、パープル、ブルー、ピンク、イエロー、レッド、ここの方向からこうスマホをこうかざすとスキャンできるみたいです。ちょっとね、お見せできないんですけど、やってみたいと思います。むずい。緑の方向？緑のこっちか？紫の方向は、左。ここか。左足の計測終わったみたいです。じゃあ右足をね、やります。マットが紙製だからね、すごくペタペタする。緑はこっちね。右、左上か。左の一番上。紫、左真ん中。青はね、左下ですね。はい、これで全ての計測が終わったみたいです。さあ、本当にこんなんでできんのか？計測終わったみたいですよ。じゃあね、結果見ていきましょう。さあ、計測結果が出たようです。それでは見てみましょう。せーの、こちら。足の長さ23なの？ こんな感じで、立体で見られるみたいですね。ちょっとスクショして皆さんにこれ出してますけど、これね、この部分つまんでね、こうグリングリンね、回すことできるんですけど、やっぱりね、左足と右足の長さ、ちょっとだけ違う、1ミリ違うらしいんだけど、私いつも靴25センチ履いてるんだけど、この ZOZO マットの計測結果だと24センチっていうことになってるんですね。え？まあね、これ多少の誤差はあると思いますよ。
ただこれがさ、信用できないとなるとさ、ちょっとね、話違うもんね。でね、これ画像の下に相性のいいシューズを見ると、足型について詳しく見る。この足型について詳しく見よう、ちょっと押してみようと思います。あなたの足の詳細。何これ。ああ、すごい。なんだこれ。指先の形、ギリシャ型。足幅の広さ、やや細め。足甲、せ、足甲、なんていうのこれ、足甲の、高さ。標準的。左右の比較。ああ、結構ね、詳細が出てくる。これめっちゃいいじゃないですか。で、相性のいいシューズっていうのは、多分、ゾゾタウンで取り扱われている、靴ですよね。このスニーカーがいいよとか、このパンプスがいいよとか、私女性でね、登録したんで多分ね、パンプスが出てると思うんですけど、ニューバランスの靴が私はどうやら合ってるみたいですね。ニューバランスの靴をすごいおすすめされる。はい、ということで、画角広めのカメラでこちらの ZOZO マット実際に使ってみたんですけれども、いかがだったでしょうか？気になった方はですね、ぜひ、ZOZO タウンのアプリをこれで入れて、これは無料でもらえるので、その ZOZO タウンのアプリから、これちょうだいってね、お願いしたら、もうね、すぐ届くと思いますので、皆さんもね、ぜひね、自分の足、測ってみたいよっていう方はやってみてください。ただですね、これが必ずしも正確だとは言い切れません。なぜなら私は24センチの靴入らないし、25センチの靴がぴったりだったりする時もある。だけど、なんかさ、そのデータの、その右足と左足の誤差みたいなのが少なかったりしたから、もしかしたら信憑性はあるのかもしれません。だからね、これは一つの、なんだろうな、その、こうかもね、みたいな説かなって思いました。これを、まあ、元に、選んでみるのも、まあ、ありかなと思うんだけどもね、必ずしも私が24センチの靴が入るわけではないっていうのもね、ありますんでね、まあ、これは100%信用できるわけではないのかなって、ね、ちょっと思いました。あとね、これが紙だったのがちょっとがっかりしましたね。紙っつうか、いや、多分紙ですね。多分紙なんで、ちょっとがっかりしましたね。ラバー製のやつ来るかなって思ったんでね。まあ、そこはありますけども、ぜひね、まあ、無料なんでね、言うて無料なんで、皆さんもね、お遊び程度に 試してみるのはいいんじゃないかなと思いました。ということで、以上、かきたまチャンネルの吾妻ゆうしんでした。たったー。